こんにちは。 NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。いつも応援ありがとうございます。見てくださって嬉しいです。今日はね、うちの教会の練習会についてちょっと自慢してみようかなって思う。まあ興味ある人だけ聞いてください。霊気っていうのはまず宇宙の根源的な生命エネルギーのことを霊気って言ってます。日本語です。古い日本語です。で、この霊気をね、自分の体の体内に満たし、まあスマホがねこうバッテリー減ってきて 20% 30% になってきたらこう 100% まで充電するみたいなことができると結構便利だよっていうのが、うちの教会で提供しているアチューメント講座っていうやつです。自分で自分のこの外のね外気をね取り入れて巡らしたりするようなコントロールが上手にできるようになる。そうするといろいろいいよっていうことです。中級まではもう正直初級とワンセットぐらいに考えてもらってぜひ来てもらいたいんですよ。いろいろ面白いことできるようになったらね、ああ私こんな才能資質あったんだ、眠らせてたんだっていう感じでね、それも楽しいよ、ワクワクする。でただし一つだけ注意ポイントがあって、練習しなかったらなかなかコツがつかめないんですよ。これを私はよくねドライブ、自動車の運転に例えてます。初級に来たら運転免許証が出る、こんな段階ですけれども、こわごわ路面を運転し始める感じですよね。そして30分も運転したらさ、もうストレスでヘトヘトになるじゃない、慣れてないから。で高速道路なんか最初から怖いから乗れないわけですよ。これが練習していくうちに高速道路も乗れるようになってくる。そして車庫入れも上手にできるようになってくる。ドライブが今度息抜きになってきたり、ストレス発散になってくる。最初はあんなに30分乗るだけで肩も腰もガチガチになって、もうヘロヘロに疲れて、ああもう嫌だ、運転しんどいって思ってたのに、慣れてくるごとにドライブが趣味になってきたりとか、隣にお友達とか家族を乗せて喋りながら楽しく音楽かけながら行けるようになってくるわけですよね。ここまでなるまでに練習必要ってことなのよ。でそれは2つある。家での、日常使いの練習、それも厳しい、やりたくない過酷な練習じゃないです。霊気って温泉使ってるような心地いいエネルギーだから、心地いいです。心地よくて楽な練習でもやってほしい。それからもう一つは練習会で、もっと上達する、上達を加速させてほしい。でね、この練習会の話をしたかったの今日はね、何やってるか。うちの教会はちなみに私は理事長さんなんで裏方さんなんですよ。だから私が講師をやっている、師範をやっている、指導者をやっている、セミナーを開催しているっていうふうに思い込んで来てくださる方もいるんだけども、うちの教会はすごく優れた一流の講師の人たちを育てて、チームになってもらっています。なのでその人たちが受講に来られた人を教える人です、先生です。でね、彼らがねもうちょっとね自慢したくなるぐらいで、素敵で素晴らしいんですよ。もちろん人格的にも誠実な人たちしかうちの教会には講師になってもらえませんから、いません。霊気を扱う技術テクニックだけものすごく一流なんだけれども、性格悪いよとかそういう人いません。でそれから霊気を扱うのももちろん非常にうまいです。そしてね、アチューメントっていうのは来た人全員を必ず成功させます。で話があちこち行ってますが、練習会がね面白いんですよ。目に見えないエネルギーだからうまく使えてるかどうか不安でしょ、特に初心者の人はね。でも2時間ぐらいの練習会来てもらったらいろんなことやるんだけれども、もう2時間後にはもう早く帰ってね、家帰って家族かペットにやってあげたいってもうワクワクしながら帰ってもらえる。それはねどういうことをやってるかっていうと、例えばペアで霊気の流し合いっこするんですけれども、
初心者の人は霊気をうまく扱えてるかどうかも自信ない中でやるんだけれども、ビフォーとアフター、ペアになった人の最初の肩や首の凝り具合なんかを先にチェックして確認しときます。で、霊気を相手の方に送るっていうことをやってもらいます。その時間は、まあ、よっぽど長くても5分ぐらいかな、短かったら 1、2分で、またその霊気を流してもらった人が首や肩がどれぐらい凝っていたのか、それがどれぐらい楽になったのか、アフターも確認するんです。ビフォーとアフターを確認する、体の柔軟性であったりとか、いろんなことを。そして、うわ、軽減しました、あなたにやってもらったおかげで、っていう体験を持ってもらいます。そうすると、こんな近くでねやり取りしてるし、うわーってちょっと感激体験があるわけです。まあ、それ以外にもエネルギーを感じる、エネルギーの違いを感じるなんてことも中級あるいは中級の練習会ではやっています。全然わからなかったのがね、あ、これかもってわかるようになるとね、がぜん面白くなるのよね。なのでそんなことをやってます。それからね、あなたがヒーリングを短い時間ながら受けるっていう体験もしてもらってます。そして、あなたの体の凝りや、例えば首を回して痛かった人だったら痛みがどれぐらい軽減するのかとか、そういう実験もやります。自分もやってもらって体験できる、まあ、こんなことをね、いろんな面白いネタいっぱい出しながら、講師の人たちが面白実験をやりましょうみたいな感じでやっています。なので、結構2時間あっという間なんですけどね。で、心地よくなってもらって、あ、これか霊気に満たされる感覚って、なんかすごく安心があって穏やかで守られてる感じがあって大丈夫って思えるような心地いい適温の露天風呂でふーってね、しばらく使ってたような遠赤外線のような、あ、これなんだっていうね、それを体感して帰ってもらう、これがね、うちの教会がやってる練習会です。だからね、ちょっと遠方の人とか来るの大変なんですけれども、ぜひ来てもらいたいし、例えば初級の後にね、練習会がくっついてたり、中級の後に練習会がくっついてるんですよ。その場合はね、遠方の方はぜひ初級のアチューメント講座と練習会をもうセットで予約しておいてほしいんですよ。で、両方受けて帰ってほしい。そうするとね、また来てもらうよりも電車賃や時間がね、節約できます。で、霊気を確信できます。本当にあるんだ、そして自分は使えるようになったんだっていう確信です。これがね、私は初心者の頃疑い深かったのと、エネルギー全然感じられなかったので確信が持てなかったんですね。確信持てなかったらね、使ってみようとも思わんのよ。で、使ってみようとも思わんかったら家でも使わないから、うまくなりようがないわけよ。上達しない。そしたら今度ね、練習会行くのもね、ちょっとね、なんだろう、私なんかが行っても落ちこぼれるし、なんか引け目感じちゃうなみたいな感じで行きにくくなるのよ。うまかったり、エネルギーめっちゃ感じられる人がいっぱい集まってて、うん、ね、で、自分だけ分かんなかったら落ち込むやんね。そうするとね、余計行きにくい、ハードルが上がっちゃう、うわー、申し込みにくいなみたいな。もうその気持ちめっちゃ分かります。私そういう人だったんで。で、霊気初級でね、宿題出るんだけどね、その宿題なんか私ね、三日坊主どころか一日もやらなかったもんね。やれると思わなかったから、どうせ無理って思ったから一日さえもトライしなかったんですよ。まあ、それがね、霊気協会の理事長とかやっててね、まあ、人生どうなるかわからんね。うん、まあ、そんなわけで、何が言いたいかっていうとね、使ってないです、エネルギー感じられないです、霊気から遠ざかってます。他のスクールで学んだ人も、そんな人こそうちの教会の練習会に来てみて、そんなあなたこそよ、うん、そんなあなたに向けてやってます。で、もちろん
日々使ってます、楽しく使えてます、そしてさらに上達したり感激体験が欲しいですっていう人ももちろん来て、うん、そしたら上達はさらに加速しますからね。ね、ほらテニスとかさ野球とかでもそうじゃない、コーチも教えてくれる人もいない中で鏡もなく素振りやっててもフォームが整ってるかどうかも分かんない、確認のしようがない、そして上達してるかどうかも分かんないじゃない。これって一番非効率的な練習法ですよね。だから時々家でやってるばっかりじゃなくて練習会に来る、そして先生にコーチに見てもらおうよ、で、ああ大丈夫ですよ、ほらうまくできたでしょって言ってもらってください、やれてますよって言ってもらってください、でさらに良くなるにはって質問してください、そしたらさらなるヒントやコツを先生が教えてくれるから、うん、それをまた取り入れてやってみるといい、こうすると上達って加速するんですよね、うん、こんな風な目的でうちの教会は練習会をやってるんです。でね、うちの教会で学んだ人だけっていう方が正直講師の先生はやりやすいんだよ。よそのスクールで学んでる人ってすごい変わったこと学んでたりする人もいたり、うちの教会で最低限教えてることを知らない人もいたりするので、それでやるのって結構、正直大変なの。だけどうちの教会の方針としては同じ霊気仲間だから、何らかご縁があって霊気に出会われた人、その人が使わないまま、何年も前ですねアチューメント受けたのは、でももう全然使ってません、恩恵も分かりません、霊気って何か効果あるんですかね、シンボルも忘れちゃいましたよってなってる方が残念なの、なんか歯がゆいの。だからそういう人たちももう分け隔てなく大歓迎で、うちの教会を受け入れてもう一緒くたでやってるっていうのはそういう理由なんです。だからね、よそのスクールで学んだ人も来てみて。まとめます。全く霊気を学んでない人、どこのスクールでも学んだことがない人はアチューメント講座っていうので初級中級上級と進んでくださいね。で、あなたのペースでいいんです、進んでください。で、うちの教会は特にこの上級をとっても大事にしてる、これからの21世紀を生き抜くためにものすごく必要なものだって考えてます。意識の使い方、意識の作用ですね。なので上級まで来てほしいけれども、まずは初級から来てみて、で、ヒーリングとしての霊気に興味ある人はうちの教会で来るんだったら中級までは絶対やってください。中級で他者へのヒーリングがっつりやります。ヒーリングサロンをオープンするのが夢だなとか、そういう人も来てみてください。で、練習会で練習をしてください。自宅で、どこがいいか悪いか、誰も言ってくれないまま、闇雲に練習を積むのは上達の加速がありませんからもったいない。上達を加速させ、霊気にもっともっと確信を持ってほしい。私は使えるんだ、私はやれる、遠隔ヒーリングもちゃんとできてる、私は才能資質をちゃんと表に出して使えてますっていう確信を持ってもらいたいので、そのために練習会を用意してますから、そういう目的で来てみてほしい。で、特にサボっちゃってるしな、自信ないしな、シンボルもちょっとうろ覚えだしな、こんなあなたこそ練習会に来てほしい。それからもう一つ、過去に霊気を学んだことがあるよっていう人、そんなあなたにお伝えします。そんなあなたはアチューメント講座もう一回一から受け直してもらってもいいです。アチューメントもついてますが、もったいないなと思うんだったら半額のコンプリーション講座に来てください。アチューメントはすでにされている、霊気は通ってる、っていうことであれば簡易アチューメントで、大掃除させていただきますし、必要な理論メソッドは全部手に入ります。便利な使い方も学べます。で、コンプリーション講座に来た人もさらに上達させたいなという気持ちがある人は練習会を活用してもらったらいいっていうことです。それ以外には自宅学習教材セットとかも、教会は出してます。うちの教会はね、本当に流派系統もいいんです。そんなのどっちが優れてるとかね、どっちはダメだとか、うちが本家だとかね、言ってるスクールもあるんだけども、そんなの霊気なんだからいいの、みんなごちゃ混ぜでいいの、みんな霊気仲間ですから。だから
もっと人生をよりよく軽やかに生きたい人を応援したいなって思っているんです。以上、うちの霊気の練習会来てみないっていうお話でした。ありがとうございます。またです。今日の内容いかがでしたか？今日はね、当協会がやっているアチェメント講座とコンプリション講座の説明をちょこっと解説してみたいと思います。アチェメント講座、これはね、霊気を学びたい人、霊気を自分で使いたい人にとっての最初の入り口の講座です。初級、中級、上級ってあるけど、あなたが好きなレベルまで、ランクまで学んでください。そしてね、すでに過去どこかで霊気のスクールで霊気のアチューメントを受けたことがあるよっていう人、そして、ああ久々辻さんのこの動画見つけて見てるけど霊気長いこと使ってないな、そういえばっていう人、そしてね、もう一度ちゃんと学び直したいなっていう気持ちが湧いてる人、こういう人にはね、コンプリション講座っていうのをおすすめします。これはね、アチューメント講座の半額なんですよ。いいでしょう。そして初級、中級、上級、違いはどこかっていうと、きちんとしたアチューメントを行いません。もうすでにあなたはアチューメントを受けていらっしゃるからね。で、代わりに簡易アチューメントっていうものをやります。これはね、あなた の霊気長いこと使ってないですから、まあ、水道管でいうとね、そこのね、すすや水垢取ってね、綺麗にザーって快適にクリアな純度の高い霊気を流すような、作業をこちらでさせていただきます。これが簡易アチューメントなので、日本伝統式の霊気学んでないから学んでみたいな、興味あるな、でも過去霊気も学んだしなっていう人は、コンプリション講座へお越しください。初級からどうぞ。お待ちしてます。